はい、こんにちは。沖縄おばばでございます。はい。えー、猫たちがね、えぇ、ー、寝ております。いいですね、こういう風景は。はい、えー、ーなんとね、たまちゃんの暇つぶしさんが、まあ、すごい。これが本当だったら、天地がひっくり返るようなニュースを出しております。はい、えー、まあね、今までもね、あのー、例のね、えー、タイガーちゃんですね、タイガーちゃん。はい。タイガーちゃんに関する、 うデマンデマンっていうのが非常に多かったんでね。まあ、いろんなものが、あ、あのー、なんていうのかなあ。タイガーちゃんを、なんていうの、懲らしめるっていうかね。タイガーちゃんをね、陥れようとするね、えー。いろんなものがデマンデマンだったので、今回もデマンデマンであることを望みますが、はい、えー。まあ、でも実際にそういうことがあったということです。えー、まあ、何かというとね、 えー、例のね、えー、まあ、ぬっぽんで騒がれている統一なんちゃらですね、統一なんちゃら。はい。えー、統一なんちゃらのね、えー、まあ、なんていうのかな、支部みたいなもんですね。はい、えー、その宇宙なんちゃらっていうね、宇宙なんちゃら連合っていうのの、えー、なんかにね、はい、えーえー、お金 を渡していてね、えー、まあ、君たちは素晴らしいねって3ジを送ったみたいで、<laughs> はい。それが、あ取りざさ、取りざたされています。<laughs> はい。えー、ね、タイガーちゃんももしかしてね、統一なんちゃらなんじゃないかっていうね、えー、そういう、あのー、噂が出ておりまして、えー、これをね、えー、まあ、 なんて言うのかなあ民の首党はね、民の首党ですね。は、これを、何な,なんて言ったらいいんだろうね、えー、スキャンダルにしてね、えー、あのー、次のね、次の髪数えの時にね、えー、自分たちに有利に持っていこうという意図が見られるということです。しかしですね、これ事と,と次第によっては、あのー、キャンディーの側ではなくてね、 はい。日本にも影響がありますよっていうことです。つまりね、えー、今回ね、えー、あの、ダーのね、ダーのキッシーちゃんですね。ダーのキッシーちゃん。はい。えー、まあ祖格ですね。組閣にね、二人もね、えー、例のね、はい。えー、統一なんちゃらと関係ある人入れちゃいましたからね。 はい。えー、そういうことでね、えー、キャンディーの国からね、多分文句が来るんじゃないのっていう話になっております。はい。えー、例のね、統一なんちゃらはね、もう多分、あのー、あれなんでしょうね、あのー、例のね、えー、いる、いるみのね、なんちゃらの方でね、もう潰しましょうっていうことになったんでしょうね、きっと上で。はい。 えそういうことだと思いますよ。もう潰しましょうね。これいらん、いらんわっていうことになったんじゃないかな。でね、今頃になっていろんなあスキャンダルとかね、いろんなね、なんかあの集文が出てきてね、はい、えー、まあ、消滅する方向に持っていくというのがね、えー、彼らのいつものやり方でございます。ということで、 えまあ、このね、宇宙なんちゃらにね、トラちゃんが、はあ、お金を渡していたというね、えー、そういう、あのー、えー、事実がね、本当かどうかはね、えー、また、あ、後になってみればわかりますけど、まあ、でも、なんかンジは本当に送ってたみたいですね。はい。えー、これどうなるんでしょうかね。ちょっと興味深いなと思ってます。はい。えー、まあ、トラちゃんはね、私グレーだと思ってるんで、あの人はね。 はい。えー、なので、えー、ちょっとね、えー、ここら辺です。えー、どう発展するのか。はい。えー、トラちゃんが果たして、えー、本当にそういうことをしていたのか。そして、えー、ぬっぽでもね、その、統一なんちゃらのね、関連の人をね、二人も入れちゃったね、ダーキシに、どのような影響があるのか。えー、まあ、下手したらね、 えー、ちょんぱちょんぱーになっちゃうかもしれないですけどね。まあそしたらもう一回やり直しかなはい。<laughs> まあそんなこんなでございます。まあやり直しするときはね、あの皆さん懸命に判断しましょうね。はい。前みたいに、あのー、あっち側だから、あ、紙数え行かないなんてやってるとね、またね、あのー、組織票がね、どんどんいら入れられて、えー、我々の フリーがね、潰されてしまいますよっていうことです。はい。え、まあ、これは今後、あの、どうなるか期待して見てみましょう。はい。えー、まあ、トラちゃんとね、ダーキシに、はい。どういう影響があるのか。はい。えー、まあ、いる、いるなんちゃらはね、多分、あの、もう、この統一なんちゃらをね、えー、潰すつもりなんでしょうね。え、彼らはそういうことを平気でしますから、自分たち、 の仲間なんだけど、自分たちの仲間もね、えー、義のせいにするっていうこと平気でしますからね。はい。まあ、そういうことでございます。まあ、どういうふうな展開になるのか、我々は、ああ、まあね、よーく見てみましょうということでね。こちらの記事も貼っておきますので、皆さんどうぞご覧くださいまし。それでは皆さんまたごきげんよう。沖縄オバブでしす。たっこいに 今日ね、あのー、ちなみにね、三家さんのお爪を切りました。はい。えー、またね、今日の、今日か明日ね、えー、このね、パナチンのね、お爪を切ろうと思ってます。はい。それでは皆さんまた。